昨シーズンで退任したホークス前監督の工藤公康さんが筑波大学大学院の博士課程に合格したことが分かりました。工藤さんは監督在任中のおととし3月に筑波大大学院の修士を取得しています。現在58歳、4月から再び大学院生としてスポーツ医学を学ぶということです。飽くなき探究心、本当に素晴らしいですね。新たな挑戦、頑張っていただきたいと思います。